こんにちは。ウィザードを入れてレイドに勝利。できたら緑も倒したい。引いたばっかりの英雄、イレーナを入れています。チャージ1で回復で、チャージ2でアタッカー。ただまだアセンド1の38なんで、全然育ってないですけどね。これから育てていきます。相手は前衛の赤、ラフリンで、タルグラックと、ペンギンがいて、ジキーナと復活のアルベリッヒ。はい、いきます。まあ、ミレーナは、もう散々痛い目に遭ってるんで、青盾さん行ってみましょうか。赤竜作ってみるか。よし。よし。青の空打ちができない。選択肢はいろいろある中で、ここ行きましょうか。1で今ミレーナを使う場面ではない。これ行って、で、こうすることにより、ではでは、キリルで相手の防御力を下げ、クランパスで攻撃力を上げ、防御力の下がっているペンギン、今のミレーナでどうだ？惜しい！今一番怖いのは復活のアルベリッヒというわけで、右に、ジラックを使い、右に大穴が開いたんで、空打ちを駆使して、マナを貯めたいです。できるだけ空打ちをして、マナを貯めたいです。はい、タルグラックにマナが溜まってるんで、まあ当てるだけ当てておいて。それではやはり、空打ちを駆使して、青マナを貯めたいです。空打ちを駆使してマナを貯めたいです。とことん空打ちをして、マナを貯めたいです。はい、それでは防御力ダウンを、浄化しまして。ステータス異常を回避する。はい。では、キリル使って、グランパス使って、タルグラックを倒せるところを見たい、ミレーナを使い、よし。これで勝ちですね。アセンド1にして、やはりミレーナの攻撃力の高さ感じられたんで、このまま育成続けていきます。とりあえずアセンド4にはします。ではでは。